ソーセージレジェンド2オンライン対戦潜っていきましょう。現在のトロフィー数は1020、月末まで2500まで上げたいです。1500まで上げると報酬がもらえるぜ。相手の初手はデスグラモーガン。いや、デスグラモーガン真っ黒すぎるでしょ。上位帯じゃないのにレベル最大のレジェンドじゃねえか。やばい、レベル50は強すぎるって。デスグラモーガンの攻撃力弱体化したはずだが、レベル20近く離れてると3発で終わりだぜ。いやあ。まずい、これは3盾コース。せめてデスグラモーガンだけは倒したいぜ。うちのラストは、レベル40のバナナ、下から突き上げて攻撃するのが得意です。デスグラモーガンのライフはまだまだあるぜ。この相手、純正デスグラモーガンではないですが、ゲージマックスの攻撃はスキルで軽減されてしまいます。これのせいで耐久めちゃくちゃ高いぜ。あ、バナナも追い詰められてしまった。なんとかならないもんか。ソセレ2のトロ上げ、通信エラーとたまに来るレベルが高すぎる強敵の出現により、1500まで上げるのがなかなか大変。今度はバナナ2体もいるぜ。うちの初手は、バナナキラーのうなぎのかば焼きですよ。どうしてだよー。なんでこのトロ体で最終形態のバナナ出てくるの？最近、みんなソーセージのレベル上がってきてるから、無課金でも集中的にレベル上げれば、スーパーレアやレジェンドがレベル最大でもおかしくないぜ。レベル差かなりありますが、火属性のうなぎは風属性のバナナに有利属性なので、なんとか、倒しきりたいところ。バナナ上段に来てくれてるから、攻撃は当たりやすいはずだぜ。ちなみに、このうなぎはライフが半分以下になるとスピードが上がりますが、相手のバナナも同じスキル神速持ちなので、特に影響はありません。うなぎもバナナもライフはあとわずか。おやー。これはでかい。これで、レベル差が理由で負ける不安はなくなりました。ホットドッグのレア度はノーマルだから、レベル30が最大だぜ。うなぎ、お疲れ様でした。次はホットドッグ対決。ここが一番実力が出る場面ですよ。ホットドッグは動きまくる系ソーセージだから、フォークの扱いに長けてないと勝てないぜ。こっから、挽回しますよ。やっちまったー。挽回じゃねえか。何が実力が出る場面だよ。もう、ラストバナナ。しかし、うちのバナナは強いですよ。スーパーレアなんだから強くないと困るぜ。バナナの戦い方はいろいろありますが、ここは下から強打で削っていきましょう。おらー。これで相手もラストバナナ。果たして、レベルは、舐めてんのかー。レベル1ってなんだよ。完全に見せかけのバナナだったぜ。最初レベル45のバナナだったから、てっきり強いバナナ来るかと思ってたら、まさかのレベル1、2発で終わりだー。お、水属性が多いですね。メタルホットドッグ、ジョリソー、スンデ、土属性が環境に全然いないから、水属性はかなり強い属性だぜ。レジェンドのメタルに対してウナギは属性相性も悪い。てかこの相手、上からちょんちょん系戦術使ってきてますね。レベルの高いソーセージを上段に構えて、下に向かってちょんちょんしまくる戦術。シンプルだが、意外と強いぜ。あちゃー、ウナギやられました。ウナギ上からちょんちょんするの得意だけど、ちょんちょんされるの苦手だからな。上からちょんちょん戦術もいいかもしれませんが、ホットドッグは躍動的に動くので、ちょんちょんするよりも、動きを考えながら振り回した方が強いんじゃないかと思いますよ。ちょんちょんは攻撃避けるのにも役立ってるけどな。ちょんちょんの弱いところは、攻撃の威力が低いので、打ち合いになると、レベルの低いホットドッグでも、互角になりますよ。スキル鉄の石で威力軽減されてるけどな。おらー。続いて、ジョリソー。おっと、ジョリソーでも、上からちょんちょんしてきました。ジョリソーって上からちょんちょん向いてるのか？ジョリソーは固めのソーセージなので、上段に言うと、いい的な気もします。ホットドッグ系よりは攻撃当てやすいぜ。おらー。さて、バナナ対スンデ。スンデも上段に移動したぜ。バナナに対して上段から攻めるのは、あるあるです。その場合、バナナの対策は、下からアッパーで反撃するか、フォークの高さを上げるか、この2択。アプデでバナナの形や位置が変わったから、どっちがいい戦術なんだろうな。これであと一発。うわー。ちなみに、現在はトロフィー数千ちょいぐらいなので、世界ランクは700位ぐらいです。まだまだ先は長いぜ。